はい、皆さんこんにちは。今日はインスタグラムのメッセージなどで、どのようなジグを使ってシールなどしてますかや、普段どんな道具を使ってますかという質問が多かったので、今日は普段使っているおすすめの道具などを紹介できたらなと思います。いいなと思うような道具があれば、皆さんもよければ使ってみてください。今回紹介する道具は全部で9種類あります。はい、まず1つ目に紹介するのがこのフレキシブルに自由に動く鏡です。この鏡の使いどころなんですが、現場溶接などで目視で溶接する場所が見えない場合などに僕は使用しています。この鏡を持っていない頃は周りにいる人に鏡を持ってもらったりしていたんですが、それだと揺れてしまったり自分の見たい場所をきれいに映せれてないことがあったので、これを購入しました。これがあると一人でも鏡を手で持たずに現場溶接などができます。この僕が購入したタイプですと地べたに置くことも可能ですし、このようにどこかに挟んで使うこともできます。通販でスマホスタンドや鏡スタンドなどと検索してもらえれば、これに似た商品がたくさん出てきますので、自分の使いやすそうなものを良ければ購入してみてください。このように見えないところが見えるので現場溶接にとても役立ちます。次に紹介するのが検査用の鏡になります。これの使い道なんですが、RT 検査などがある場合に目視ではなかなか確認できないようなところで、この鏡を使用して裏波の状態を僕は確認しています。長さも結構あるので、結構遠いところでもしっかり見ることができます。注意してほしいのが、周りの縁がプラスチックのではなくこのステンレスのようなものを買ってください。プラスチックのものを使うと熱で溶けてしまいます。これは皆さん持っていると思いますが、ノズルのいろんな番手を僕はいつも持っています。基本的に7番しか使わないですが、4番や10番などあると便利です。これも皆さん持っていると思いますが、ペンライトです。裏波の状態を確認するのに普段使っています。僕が使っているのがセンというメーカーのペンライトになります。次に紹介するのがフランジに取り付けるシールをする時の蓋です。板を丸くかたどってボルトで固定できるようにしています。このように普段取り付けてシールをしています。テープなどだと溶接線が近いと溶けたりしてしまいますが、これだと問題なく使えます。このようにボルトの頭を切断すると溶接の時に邪魔にもなりにくいので使いやすいです。先ほどはフランジに取り付けるシールのジグを紹介しましたが、これはエルボーなどに取り付けれるジグです。これもパイプをかたどり板を貼り付けて製作しました。このようにエルボーなどにシールをすることができます。これがあると貝先面にテープを貼ったりすることもないので、貝先面に溶接をしづらい付着物がついたりもすることがありません。先ほどのフランジのジグやこのエルボーに取り付けるジグなどはテープを使うこともないので、お金面でも一度作ればずっと使えるのでいいと思います。取り付けもかぶせるだけですので、すぐにできてとても便利だと思います。次に紹介するのがパイプが長い時などのシール用の中に押し込む蓋です。先ほどのはパイプの外側に取り付けるのですが、これはパイプの内側に押し込んで使うものなので、パイプが長い時などにはこれを奥に押し込んでシールをしています。次に紹介するのが小型の棒ヤスリです。ベテランの方は使うことはないと思うんですが、初心者の方などは幅が狂ってしまった時などにこのようにするとペンキを塗ったらわからなくなりますし、幅がきれいに整っているように見えます。今は使うことないですが、昔は少し幅が整ってない時に気になっていたので、少しこのように擦ったりすることがありました。あまり擦り込まないようには注意してください。次に紹介するのがグラインダーのタングステンを研ぐ時専用の刃になります。これはインターネットやホームセンターなどでも800円ぐらいで購入できます。個人的にこれが一番おすすめです。この刃なんですが、 3.2 ミリや 2.4 ミリなどがすぐに研げることができますし、とても綺麗に研ぐことができます。あとこの刃自体裏表使えますし、
1年は余裕で使えます。タングステンが少しでも傷んだらすぐに気になって綺麗にしときたいので、僕は頻繁にこれを使用しています。とても綺麗に研げますし、本当に早く研げるので、これは本当に個人的にはおすすめです。800円ぐらいで1年以上使えれると思ったら、これは本当に買ってよかったなと個人的には思ってます。次に紹介するのがカップワイヤーです。これは多分ほとんど皆さん持ってると思いますが、1層目などの溶接を終えて溶接焼けを除去するのに僕はこれを使っています。以上9つが僕のおすすめの道具でした。棒ヤスリに現場用の鏡、それにノズルで、検査用の裏波チェック用の鏡、それに長いパイプ用のシールの蓋です。でこれは外側に取り付けるエルボー用の蓋です。でカップワイヤーにこのタングステン研ぐ用のサンダーの刃です。でペンライトですね。以上9つがおすすめの道具でした。グラインダーの刃はネットなどでグラインダーダイヤモンドって打つと結構いろんな種類出てきますので、よければ購入してみてください。僕はホームセンターダイキというところで購入したのですが、一応ネットで同じようなもののリンクを貼り付けておきますので、よければ見てみてください。それでは本日も最後まで視聴の方ありがとうございました。コメントなどありましたらコメント欄に記入お願いします。